お泊まり、あれでしょ？そうなんです。やったんでしょ、あなた。もう、小倉ゆいちゃんと。いいなぁ。ほんとね、ほんと、羨ましいですよ。羨ましい、ほんとに。羨ましいでしょ、だって。ひなちゃんと、ゆいちゃん、頭さ、頭むちゃくちゃ、後半でしょうがないの。頭どうなっちゃった、お前。すんごいずきゃずきゃになってる。ごめんね、後で直すから、今ちょっと我慢して。ほんとにね、興奮してるの、楽しみ。ほんと可愛いんです、あの子。うん、あなたも可愛いけど、ゆいちゃんも可愛いから。あの子ね、やばいよ。どこがどこがどういうの？ね、本当に同じ人間と思えないの。うん、この世に生まれたもう奇跡なんですよ、うん、ね。本当に人間として生まれた。レジェンド。うん、で、一緒にね、うん、でも、その夜もお仕事で、朝も早くからお仕事だったんですけど、うんうん、で、私がね、どうしようかなってやることも仕事チェック終わって、うん、ゆいちゃんは、もうちょっとチェックしたいから先寝てていいよって言って、うん、一生懸命練習してるの、男は。ほんと頑張り屋さんでも、お姉ちゃんうるうるで、それでベッドにコソコソって入ってきて、静かに起こさないようにね、男は。なんちゅう気遣いのできる子なんだ。やばいよね、泣きそう泣きそう。いいね。でもね、興奮でね、息がね、と、もうダメ。本当に。レイとか信じるってやんないもんね。天使が。え、レイ怖いね、どうしよう。天使か。階段したら寄ってくるって言うらしいよ、どうしようとか言って、天使なんでね、よかったら、どうしよう。お風呂怖いから入んないから二人で行こうとか言ったら、どうしよう。どうしよう。お前、もう、お前、本当に気持ち悪くなってきた。やばい、ちょっと参加者ちょっと気持ち悪くなってきた。泣きそうだ、だけど、でも顔真っ赤だよ。じゃあ、ほんとにね、何そのステッカー、あとでもうちょっと聞かせて。ごめん。あとでもうちょっと。あとでゆっくりだね。聞かせてだって。聞かせてくれる。はい。締めなさい、コーナー。